Hey guys, what's up and welcome back to the channel. おお、大丈夫、やる気満々だね。私たちも行くぞ、ホーニャズ。バカ、ホームズだ。このキャリコジャックさんを怒らせて無事に帰れると思ってんのか。そうさ、こいつら全員俺が連れてきた仲間、貴様ら一人も逃がさねえぞ。うるさいわね、騒いでるのは誰だ。やつがいるなら、このメデューサが相手になるわ。うわ、たった一言でチンピラたちを黙らせちゃった。あの人すごい。彼女がメデューサだね。無法地帯を支配する危険人物、裏社会の情報を操る黒幕でもあるね。ライト城の勢力も無法地帯の勢力も、この闇の女王に逆らう者はほとんどいないほどの力を持っているんや。メデューサさん、俺たちはあんたの依頼を受けに来た傭兵だけど、そこのガキがあんたの酒場で暴れていた。従業員に手を出
このくらいの代償は払ってもらわないと。はじめに言っておくけど、今回の依頼は本当に強い奴がいるのよ。役立たずの雑魚に用はないわ。ところで、あんた、チャイルドなのよ。少しは腕が立つみたいね。あんた、名前は何て言うの？7万5千枚を出すわ。ただし、このメデューサのルールは絶対公平よ。あんたたちから一番強いやつを選ぶために少し腕試しさせてもらうわよ。ルールは簡単。あんたたち全員でバトルロワイヤルをして、最後まで立っていた者だけがこの私の試練を受ける資格を手にするの。生き残った者が勝者か。上等だ。死にたい奴はかかってこい。どけいねっか。賞金は俺様のものだ。ますます気に入ったわ、妖艶の坊や。
んでいることは気に入ったわ。私が自ら手を出す必要があるなんて久しぶりよ。さっき最後まで立っていたものだけがこの私、メデューサの試練を受ける資格があると言ったはずよ。だからルールに従って私と戦うのか、棄権して帰るのか、自由に選びなさい。ちょっと、マルコは認めない。これは詐欺だ。私たちは約束通り勝ったのに。あのクズどもを倒しただけで何になるの。ルールは私が決めるものだから、私の言うことは絶対だ。でも、とはいえここまで勝ち残ったんだ。特別なご褒美をあげるわ。さあ、これを持っていきなさい。
の力を見せてあげる。せいやー、じゃじゃ関係ないやつを追い出しちゃって。ええ、単刀直入に言うと、今私の勢力範囲内で闇取引をしている者がいるの。だから大金で傭兵を雇うわけか。これで話がつながった。あら、少しは頭が働くようね。そこの猫耳の坊や、私が何を狙っているか当ててごらん。それじゃあ僕の推理を言おう。あなたはこの辺りを実質的に支配している人だ。サンライト城では従わない者はいないくらいだ。許可のない闇取引ならなおさらだ。闇取引？確かサンライト城に禁止されているはずじゃ。表向きにはね。ただ闇取引自体は城にとっても膨大なメリットがあるんだけど、重要なのはそこじゃない。肝心なのはあなたが何十年もこの市場を経営してきたことだ。武力だけでは無理だろうから、城の方にもつながっている人物が何人もいるはずだ。お見事、いい推理じゃない。あんたの仲間もなかなか頼もしいわね、傭兵の坊や。いつかヒーローの声と敵対関係になったら真っ先に潰しておかないとね。わからないよ。それが私たちの依頼と何の関係があるの？つまりサンライト城とつながっている闇の女王メデューサでさえ手強いと判断したんだ。今回の依頼は決して今までのように簡単ではないはずさ。その通りよ。おそらく相手はすでにこっちの状況を知り尽くしているわ。前に派遣した調査団も一人も帰ってこなかったの。そういうこと。あんたたちの力は認めたわ。これを持っていきな。最も重要な手がかり、ザ・ウール。
まずはそれを通行証にして闇市街区というところに乗り込んでもらうわ。そこでどんな禁断の取引を行っているのかを調べること。それから闇取引をコントロールしている黒幕のコードネームは愚者というやつらしいわ。そいつの正体を調べてみてちょうだい。私はここであんたたちの報告を待つわ。その賢い頭を使って無駄死にしないようにね。このカードを持って闇市街区に行って愚者とかいうやつを探し出して禁断の取引を調査する。でも他の場所ならともかく闇市街区ってどこだろうな。君たちは知ってる？パルコ、聞いたことないよ。そうすると戦力不足も補えるし一石二鳥にゃ。ビンゴー。今度は新しい仲間を集める方法を紹介するね。英雄召喚をタップすればいつでも強力な英雄を仲間にできるよ。一回召喚してみよう。どんな人が仲間になるのか楽しみだね。Thank you for watching, and don't forget to like and subscribe.